じゃーん。おー、はい、これは、はい、私が小学2、3年生低学年ぐらいの時にそんな感じだね、図工で作って、うん、題名があって、はい、3歳の弟と巨大猫、3歳の弟と巨大猫という作品の名前ですね。仮に質問なんですけど、あのわざわざ持ってきたってことですか？え、ずっとダメダメですか？いや、なんかその大阪からね、大阪からそんな前のものを、いや、私が持ってきたじゃなくて配送してもらったのであ、まあ、ちょっと今日に合わせてね、今日のために、ね、何ですか、田村さん、カリンちゃんは嘘ですね、多分いや、ほんですね、早いからもっと泳がさなきゃダメですね、もっと泳がさなきゃいけないですね、カリンちゃんは嘘ですね、多分いや